花の木村とのすびとたちは、新見南吉の童話、鈴木三重吉主催の赤い鳥に発表されたもの、同タイトルの彼の第三童話集が刊行されている。与田淳一の尽力で赤い鳥に掲載された他の4編を加えて、帝国教育会出版部から1943年に刊行されている。なお、この帝国教育会出版部は、後に、 国民図書館公会と名前を変え、1946年にこの本を新日本小国民文庫の一冊として再刊した。花の木村に5人の盗人がやってきた。彼らの頭は以前から盗みを重ねていた本当の盗人であったが、他の4人は盗人に成り立てのものであった。頭は弟子たちに村の下見を命じ、土手に座って一服していた。しかし、 根が善良な弟子たちは、盗人としてはまるで役立たない。それぞれ大家やいか家や、各米志士、城前屋など以前についていた職人としての癖や、根性が出てしまい、村に入っても金持ちの屋敷の建築の見事さに、見入ったり、老人の奏でる笛に聞き惚れたり、ろくな情をしていない村の蔵の様子に嘆いたり、壊れた釜の修理を請け負ってしまう。頭は弟子たちを叱りつけ、 盗人根性を解くのだった。一方、頭の目の前には子牛を連れた少年が現れた。少年は初めて出会うはずの頭に来やすく、子牛を預けると、そのまま遊びに行ってしまった。盗人として周囲から忌み嫌われていた頭は、初めて人から信用された嬉しさに、思わず涙を流してしまう。しかし、牛を預けた少年はいつまで経っても帰ってこない。 やがて弟子たちが戻ってくる。今度こそ、盗人根性にのっとって、盗みに入れそうな家を見つけてきたと、生き込む弟子たちは、頭が連れていた子牛を見て、俺たちが戻る前に一仕事しましたねと褒める。しかし頭は、子供のことが気になって、仕方がない。さっきまで弟子に説いていた盗人根性のことも忘れ、驚く弟子と共に少年を探しに行くのだが、見つからない。 仕方がないので、子牛を村役場に届けることにした。村役人もこの盗人たちを信用し、酒などをご馳走などをしてくれた。善良な人々に歓待された盗人は、嬉しさのあまり自分が盗人であることを白状してしまう。そして弟子ともども、これからは真面目に生きていくことを誓うのだった。牛を預けて消えてしまった少年は、実はお地蔵様であった。 ありがとうございます。